はいどうも、ゆっくりチャネルまるですよ。本日はワンダラー最終回。デイブレイクの担当22人を相当していきます。ついにここまで来ちゃったかって感じですね。このシリーズも今月の12日でちょうど1年を数えていました。時間の流れは意外と早いものですね。よし。終わりはもう目の前、この最後の一仕事を片付けてしまいますか。デイブレイクのお品書きはご覧の通り、同じく続投組がちらほら見えますね。この時間帯は唯一連戦があります。まあ構えるほどじゃありませんけどね。ツッコミブレーカー、イルミネーションを装備していないと対戦できないというライバル。鉄塔に光らせて走っていればあっさり捕まるでしょう。キューティーヒップ、リアスポの取り払った車で潮止めパーキングエリアに向かえば対戦できます。リアのダウンフォース。と言いたいところですが特に大差ありません。見た目がちょっと寂しくなるくらい。こんな感じで。ブラッティマリー、昔は追っかけから逃れるべく環状線でバイパーを振り回していましたね。今はバリバリにチューンされた FD、ホーンを改造された車に反応する理由は不明。ちなみに本公約ではこのライバルを一番最後に討伐しました。先ほどのネオンなり性能に問題ない部分の条件が設定されているワンダラーを必ず最後に回しましょう。特に車種指定のあるライバルを残しておくとその車で連戦に移行する羽目になります。無敗クリアを目指すなら詰みますね。湘南アフェア、ロータリーエンジンが条件ということで、キングオブエデン戦で使用した8を持っていくといいでしょう。車は少しいじっておくことをお勧めします。8にせよ7にしてもです。カスタムカーなら問題ないかな。このように自分のメインカーではない車を要求されるワンダラーを残しておくと悲劇が発生します。事前によく確認しておきましょう。真夜中の勤労、かつて、厳密には99年頃首都高の四天王と呼ばれていた存在。四天王時代の彼を倒したドライバーは後にこう呼ばれたようです。パープルメテオと、条件は90年代以前の車、特に U80 車。初期型であればギリギリ80年代に被っている車は何台かあるのですが、この世界では年式が確認できません。80年代の生産車が多い70スープラを選ぶことをお勧めします。下北沢 2000cc、以前所属していたファインドライブは消滅してしまったみたいですね。週末に渋谷線へ向かえば普通に会えるでしょう。特に構える必要もありませんね。イルージョン D、美しいドリフトで有名なワンダラー。私と対戦した時はいつも見せてくれないんですけれど。テールランプを改造している後ろ姿の美しい車とのみ対戦しているそうです。バンパー、ウィングは気にならない模様。藤切ギャンブラー、昔はピックアップに改造されファイアーパターンが書かれたちょっとよくわからないトヨタ BB に乗っていました。144日目など全ての桁を足して急になる日にのみ現れます。上に挙げてある通り。緑の野生児、愛も変わらず何はナンバーの車を目の敵にしている模様。ちなみに仙台駅から首都高芝浦パーキングエリアへは高速を使っても5時間、下道で8時間ほど、距離にして350キロ。私は何も言いませんよ。アンバランス石、昔は意味もなくて走行距離者を狙っていましたね。今は前後でホイールの違う車を狙っているとか、これも大した理由はないんでしょうね。フリープリー、環境汚染を気にしながら大排気量車で首都高を走る自転車。ハイブリッドカーじゃなくて自転車乗れよ、ご先祖様が泣いてるぞ。横羽の銃爆撃機、400馬力以上という噂でしたが、実際のところ400馬力少々では不可能でした。まあ終盤になれば700、800馬力が普通なのでフルチューン車両で行けば問題ないかと。クライベイビー、走り屋のスキャンダルというバレ得な情報を集める雑誌の編集長。伝説の S30 は興味なくなった模様、現在はターボ車を売っているとか。ストーキングハンマー、登場するセルシオは逆輸入車らしいですが右ハンドル、詳しくないんですけどそういう仕様もあるんですかね。煽り運転をかました後にパーキングエリアに押し込む模様、これ普通に犯罪ですよね。このセルシオは固有車、倒すと購入することが可能になります。スピードドランカー、影響を受けたという国への奇跡に関する言及は一切なし、ブラックナイツは消滅しましたし、こちらもこれまでの行いが響くタイプ、意味もなく低速走行していると困ることになるんでしょう。困る人が想像できませんけど。スタートダッシュ巻き、開幕ダッシュを邪魔されないようにノスを搭載していないマシンをターゲットにしている模様。スタートダッシュを邪魔されたくなければもっと軽い車にすればいいのに、パワーがあっても重たいチーマじゃ苦しいでしょう。不屈のアレキサンダー、3連勝以上した状態でレインボーブリッジを通過すると現れます。タイミングを測り間違えると地味に面倒かも、有明あたりからログインするとちょうどいいくらいじゃないですかね。スピードボックス、MSX のワンメイクチームの立ち上げは諦め、今はシルビアで走っているみたいです。トップレベルの幻の美少女との対決経験があればバトル可能。理由は、何だったっけな。先駆けの真珠、きらめきのエイジの SP が削れると現れます。コンビネーションは首都高最強らしいですが、そもそもの速さがないので特に脅威はありませんね。その登場条件となっているきらめきのエイジ、1週間連続でデイブレイクに走ると現れます。先輩と同じシルビアで絶妙なコンビネーションを見せているとか、必要なのは速さだけですかね。グリの前橋、こちらも連戦でのバトルとなります。テレビ業界の関係者のチームであるザボーンのステッカーを貼っていると現れます。関西屈指のチーム名。私あっち方面は詳しくないのでちょっとわかりません。全ワンダラーの最後を飾るのはオチの平西、フリの前橋を倒すと連戦に突入します。どちらも大した難易度ではありません。ステッカーを貼ってさっさと倒してしまいましょう。はい、全3回に分けたワンダラー攻略、これにて終わりとなります。
さてと、物語は、いよいよクライマックスですね。私は全399ライバルの頂点に立ちました。残るはただ一人。その存在は、果たして何を教えてくれるのかな？というわけで次回、2006年首都高の旅、最後までお付き合いくださいね。